名は、絵を読み、その第七十三回。第十六編、残党。第十二章、続きから。じっとり汗ばんだ手を伸ばして、佐久間は思わず、お房の肩を引き寄せた。その時、お房の柔らかい体触りが、興奮につばんだ、女の匂いが、初めて佐久間の神経を心よくなで、 人を切った後のすさんだ気持ちがひたむきな女の情熱の中へ雪のように溶けてゆくのを感じた。おもの湯うち船おくが声をかけた。おお<う>佐久間は顔を上げた。あいろう、天蔵おふさも来い第十三章四条路の早船は起きえ起きえ波ぼ切って矢のよぼに走る。さあ聞こう。 佐久間は伝蔵を見返ったこの陣は伝蔵が須川六夜を見る佐久間は笑ってまあ何と言ったらよいかな素性を明かさぬゆえ話すのに困るが言葉のまま伝えると佐久間を長崎まで護衛してきた人だ護衛<え>うんだがことによると切るかもしれぬというのだ分からん俺にも分からん 佐久間の笑うのを伝蔵が「しかし敵か味方か」「どちらでも構わん」「とにかく大して悪人でもなさそうだ」「のう菅和愚さようさ」「六夜は苦笑し,したきり浜の方へ向いてしまった」「佐久間は促す予防に」え「え話というのは残念ながら強保だ」「えっ?」「伝蔵は声を潜め言は破れた」 ご家,老は遊兵と家中の土星多く捕らえられ国元においても国老津田のもは平門同じく一等の芝救命されたそうだなんとしてなんとしてまだある藤井右門氏も五日ほど前隅田川で捕獲佐久間は安全と天保仰いだ山形先生にはいまだ何のこともないが 遠からず幕府の手が下るらしい。では、俺の役目はひとまず取りやめだ。とが中途で破れる以上、いたずらにお家を危うくするに及ばぬという説。旗揚げの天末は、もみ消すに決まったのだ。ご家老の意見かご家老はもちろん、同志一党が相談の結果だ。バカな佐久間は奮然と怒りを発した。これまでの仕事も何のためにもみ消すのだ 大体今度の企てを初めからみんなは成功すると思っていたのか山形先生はなんと仰せられた伝蔵が清掃とするのを佐久間は耳にも入れずに叫ぶ佐久間が怒った今日までどんな場合にもかつて一度も怒ったことのない佐久間が我らのなすべきはそのもの単位を海大に専用するが目的と言われたではないか バタハン、八千度死。一人となるまで戦って破れるこそ本望。こと破れたれば堂々と旗揚げのことを天下に声明し、意のあるところを示して警察されるこそ本願ではないか。今に至って卑怯にも事実をも,もみ消し、陰金おばた一般を安堵せしめるとは何という未練。俺は嫌だ。佐久間、船を戻せ。佐久間は叫んだ。 何の弁目あって山形先生の元へ帰れるか。奉子にも織田家にも縁母立った。俺はこれから戻って馬狩の中へ切り込み、腕の続く限り切りまくって堂々と死んでみせる。待て、待てと言うに。先導、船を返せ。佐久間、伝蔵の言うことも聞け。伝蔵は強く佐久間の手をつかみ、気候の言葉は、そのまま俺の言葉だぞ。 死ぬことを焦るな。仕事はこれからだ。天蔵。どうしくじけ。その上にもし、山形先生にばくりの手が伸びたとき、先生の志を受け継いで再起を図る者は誰だ佐久間が死んで後をどうするいたずらにことを急ぐのが武士の道か。日頃の気候にも似合わぬ。落ち着け。そうだ。 佐久間は拳を握って俺が悪かった今死ぬ時ではない帰ろう江戸へ浜から七八艘を早船が波ぼ切ってこちらへ追ってくるのが見える第十四章菅は討ち佐久間は振り返って今の話をお聞きであろう聞きましたせっかくだが長崎行きは取りやめでござる 我々は江戸へ戻るが、起点はどうなさるな弱ったよ。菅は六也は笑って。実はこうなろうは存ぜぬで、この場合どうすべきか申しつかって来なかった。さて、どうしたらよいか。一緒に帰られるか。そういたすほかにござるまいの。役目の落ち度にはならぬか。それがわかれば弱りもせぬが、まあ、どうにかなりましょう。先導。 佐久間は振り向いて。追手の船足はどうだへい、もう少し参りますと潮がございますで、その潮に乗りさえすれば、どんな船にも追いつかれる気遣いはござりません。潮はどっちに流れる今のところ伊豆の花へ向けておりますが。よし、伊豆へやれ。船はさらに足を早めた。おふ<房>さ久間はそばへ寄り添うように座って。 うなだれている女に声をかけた「はい先日からのいきさつで佐久間がどんなこともしようとしているかおよそ事情が分かったであろう」「はい消えるような声だった」「そなたの気持ちは佐久間にもよくわかる」「わかるがそれは所詮せかなわぬことだ」「望みの江戸にしばらくいて都の暮らしがどんなものかそれもいくらかは知ったであろう」 おさの頭へあの忌まわしい人よの幻がふと思い出された賢政と出世のためには無垢の娘を還元もってがし長者にまで使って恥じぬ男たちその九馬もしかし佐久間の手で切られてしまった国へ帰るがよい山も川もそなたを大きな手で迎えてくれるであろう 年老いた父親がどんなに待っているか知れんぞい,いえ頭を振ってお房はつと両のたもとを表へ持っていった父はもう国にはおりません国に犬とは気が狂ってお江戸の町を犬のようにさまよっておりまするなんという私のためにみんなみんな私のためにお房はそこへ泣き伏した 気が狂って七殿が佐久間はつぶやくと悲しげに頭を振った「これが世の有りだこれが新しい世間に憧れて子は親を捨て親は子を慕って気を狂わす」恩恵「本源贈愛、縄のごとく楽液として尽きない」「これからの身の降り方何か考えているか? <laughs>」<laughs> お房は、 むせびつつ頭を振ったをっよしよし一緒に江戸へ来い佐久間が必ず落ち着けてやるはい佐久間がいるのだ心配せずに行く末のことを考えるがよい七兵衛殿をも探し出し何とか元の体になるよう計らおうお房は背に波を打たせてすすり泣くばかりだったお客様 潮に乗りましたぞ船頭が大声にわめく途端に船はググッと滑るよぼに船足を早めた「伝蔵<像>」佐久間は胸を広げて「江戸の空には雲が一面だな」「見ろよあの暗いことを」だがやがてあの雲を吹き払って揚々たる天日を召し出してみせるぞ蔵<う>も 額を上げて東を見た第15章「ほっもし!」声をかけられて八千代が足を止めると「八千代殿!」はっ目の前へ急ぎ足に来たのはすっかり憔悴しきった富永道夫であった「冥場江語読み」その第73回第16編残党 第15章、途中まで。2021年9月23日。この続きはまた次回。